折り紙で作る一輪挿しの花瓶の作り方を紹介していきます。それでは作っていきます。まずは花瓶本体から作っていきます。まずはこれらの折り紙を4分の1サイズにカットします。4分の1に切りましたら、これ一つ一つでパーツを作っていきます。まずは型紙を作っていきます。先ほどの折り紙を使ってもいいんですが、もしよければですね、同じサイズの別の紙をご用意いただき、これに書いていきたいと思います。まずはこの紙をですね、半分に折りまして、下の強角材はですね、こちらの折れ目側ですね、折れ目側から、折れ目側を基準にですね、書いていってください。なんとなくこんな感じで書きました。あとはこれをハサミで切ってください。切りました。これをですね、先ほど切ったこの折り紙に書き写していきます。なのでこの折り紙も一旦この状態ですね、半分に折りまして、で折ったらですね、こちら折れ目側、この折れ目側の方に先ほどの紙を当てまして、で下の方を揃えます。あとはこの型紙に合わせて鉛筆で、描いていきます。こんな感じで描きました。あとはまたこれをハサミで切ります。はい、ハサミで切りました。こうするとこのような形のものが出来上がります。形はお好みですよね。そしたらですね、これを同じものを残り11枚で作っていってください。残り11枚も同様に切りました。こんな感じです。今度はこれを貼り付けていきます。まずはこの色がついている側ですね、こちらにボンド、真ん中あたりですかね、にボンドを塗ります。この程度ですね。あとはこれを閉じます。こんな感じです。色がついている方を表にするのもいいんですが、上から見るときに色がついている方が、上に来る方がいいかなと思いますので、どちらかというと閉じて真ん中にボンドを塗った方がおすすめです。あとはですね、まずはこの残り11枚も同様に真ん中を接着してください。他も同様に貼り付けました。そしたらですね、今度はこの閉じた状態で下の部分と、あと上の部分ですね、こちらにボンドを塗ります。塗りましたらもう1枚を、同じところに貼り付けます。こんな感じですね。次も同様にですね、上の部分にボンドを塗りまして、上と下ですね。で、また貼り付けます。このようにしてですね、他のものも同様に貼り付けて1つのものを作ってください。12枚すべて貼り付けました。こんな感じですね。そしたら今度はこちらの白い紙を使っていきます。こちらの紙にですね、先ほど作ったものをこう貼り付けるのですが、ちょっとこれだけこのままだと大きいので、3分の1程度ですね、切ってしまいたいと思います。なので折り紙の、お好みの幅ですね、折ります。折りましたらこの部分をハサミで切ります。先ほど折った部分を切りました。切りましたら今度はですね、この紙を丸めていきます。なので、定規があればですね、定規を用意していただきまして、このように端に当てます。定規は水平に当てまして、このまま真上に引っ張りながら紙をスライドさせていきます。そうするとこのように、カールしますので、あとはこれを丸めていきます。大体1センチぐらいの直径があればいいかなと思います。あとはこれをボンドつけまして、で接着します。続きましてこちらの紙ですね、横に長い状態で半分に折ります。折りましたら開きます。で、下にする方ですね、こちらをちょっと裏返しまして、下だいたい1センチほどをこのように折り返します。このような感じですね。あとはこれをちょっと折りまして、そしたら先ほど作った筒ですね、こちらにボンドを塗ります。
ボンドを塗りましたら、先ほど折ったところですね、中心あたりに貼ります。ほい、こんな感じです。次に先ほど作ったものですね、こちらの片方にボンドを塗ります。この時はできるだけ全面に塗ります。塗りましたら、この折れ目側ですね、この折れ目側が筒に当たるように貼り付けます。ボンドがくっつくのを待ちます。ボンドの方がくっつきましたら、今度はですね、反対側にも塗ります。塗りましたら、手でちょっと伸ばしながらですね、この反対側に貼り付けます。ほい、このような感じになりました。これでほぼ完成になります。完成しましたらですね、あとは作った花などをこのように刺していただいて、後ろの紙の高さですね、こちらもお好みの高さを決めていただいて、でもしも高すぎる場合は、まあ、ハサミで切るなどして、で調整いただければと思います。まあ、それがですね、作った花のこの底の方ですね、こちらを延長するなどして、で、まあ、あんまりこちらは加工しないっていうのもいいのかなと思います。まあ、そこはお好みで、作っていただければと思います。あとはですね、底の方がどうしてもこのように抜けますので、まあ、ここに、テープや紙を貼り付けて抜けないようにするのもいいのかなと思います。まあ、これもお好みで、行っていただければと思います。で、ちなみにですね、こちら、ハートの形のものなんですが、まあ、型紙としては、まあ、このような感じで作りました。ほんとハートの半分ですよね。で、下の方はとんがらせずにちょっと、底の部分を作るのがおすすめです。ちなみに花瓶の方はですね、今回折り紙の半分サイズで作りましたが、1枚の折り紙で、大きいものを作るのもいいのかなと思います。まあ、試作品ではありますが、このような感じにちょっとサイズの大きいものも作ったりしました。これはお好みで作ってみてください。それでは今回ですね、ちょっと変わった花瓶の作り方の紹介でした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と動画の高評価もお願いします。